にちは。お楽しみいただいておりますフットプロのトーナメント5ボリューム4は準決勝第2試合渡辺浩二選手対鈴木靖選手の対戦といよいよ決勝戦の模様をご覧いただきます。それでは準決勝からご覧ください。どうぞ。内容あって渡辺選手のボールに変わりました。さあそしてこの場面です。渡辺選手が安選手をかわしまずは左のカラムを取りました。はい、綺麗に抜きましたね。シュートも正確でした。うん、渡辺選手先制し1-0です。山のシュートを放ちましたがここもわずかにそれました。はい、そうですね。この2人は午前中に行われた予選から勝ち上がってきた2人ですので体力的にはかなり厳しい状態なんでしょうか。そうでしょうね。でも逆に言うと試合数をこなしている分勢いはあるっていうことも言えるかもしれないですね。はい、そしてこの場面です。安選手が渡辺選手をかわす前にアウトサイドキックで放ったシュートが右のカラムにヒットしました。3本あるうちはやはりああいうシュートで確実にポイントを重ねていくことが大事になってきますね。はい、安選手同点に追いついて1-1です。さあそして続いてのシーンです。渡辺選手がダブルシザースで安選手をかわし右のカラムにヒットさせました。はい、綺麗なシザースでしたね。はい、渡辺選手2-1と再びリードを奪いました。さあちなみにこの2人は両方ともトーナメントへは初出場なんですがこれまでトーナメントをかなり盛り上げてくれてますよね。そうですね。渡辺選手は AJ 選手に大苦戦しつつも AJ 選手に負けないようなテクニックも見せてくれてますし、はい、先ほどのシザースもかなり綺麗でしたね。で、安選手も敗者復活リーグからの勝ち上がりは見事でした。三尾選手に 3-0 とポテンシャルを見せてくれたと思います。はい、そしてこの試合で勝ったどちらかが決勝戦に進出し長嶋選手と対戦ということになるんですが、そうですね、ここまでフットプロムで長嶋選手を脅かした選手というのはまあいないと言ってもいいぐらいですので、そうですね、さすが現役エフリーが、ね、はい、なのでこちらの、どちらかの選手が、マクサープレイヤーの代表としてエフリーガーを倒すようなシーンも見てみたいなと思いますね。なるほど、そうですね。でこのシーンです。2-1、渡辺選手がリードしております。安選手からのボールなんですがここで安選手がカラムエリアの一番右端から出て放ったシュートが真ん中のカラムに当たりそしてそのまま跳ね返りが左のカラムにも当たってなんとダブルとなりました。はい、狙ったわけではないでしょうが安選手に流れが来ているということなんでしょうね。あの位置からだと渡辺選手は跳ね返りを抑えることもできないですし、そうですね、運がなかったというしかないですね。はい、というわけで準決勝第2試合は3-2で鈴木靖選手の勝利となりました。ということで準決勝第2試合は鈴木靖選手が勝利し決勝進出となりました。藤間さんいかがでしたか。はい、ダブルはなかなか狙ってできるものではないですけれどもやはり流れが来ているとか勢いがあるとかそういう要素があったのかなと思います。なるほど。それではいよいよ決勝戦長嶋俊選手対鈴木靖選手の対戦をご覧ください。どうぞ。さあ、まずは長嶋選手からのキックオフとなりました。
川島選手のキックオフなんですが、ヤス選手が足を出し惜しいシーンを作っています。はい、今のような前からのディフェンスはやはりポイントになりますよね。うん、さあ長島選手の激しいプレッシャーをここでかいくぐったヤス選手、左足で放ったシュートが左のカラムにヒットしました。ヤス選手にとって先制点を取れたことは大きいですよね。はい、ここでヤス選手が先制で1対0となりました。しかし長島選手もあっさり返していきます。抜く前に放ったシュートで右のカラムにヒットさせました。このあたりが長島選手の強さですね。ちょっと安選手のディフェンスが消極的でしたが、それを見てすぐに正確なシュートを放ってくるあたりはさすがといったところですね。はい、長島選手同点に追いついて1対1です。初戦で対戦した時に比べて安選手は長島選手に対応できているようにも見えますよね。そうですね、初戦は飛び込んでかわされたというケースもありましたが、うん、この試合では失点のシーンを除けば特にディフェンス面での距離感がいいように思います。テクニックでは当然叶いませんが、そのテクニックを出させにくい状況をうまく作っていると言えるのかもしれませんね。はい、さあそしてこのシーンです。ヤス選手シンプルに右足で放ったシュートが右のカラムにヒットしました。これまでに比べるとこのシーンでの長島選手はそれほど激しくディフェンスに行きませんでしたね。真ん中と左のカラムが残っている状況にしては立ち位置もちょっと真ん中に寄りすぎてたかなっていうふうに思います。はい、ヤス選手再びリードを奪い2対1としました。そしてこのシーンです。ヤス選手ボールを奪ってターンオーバー、見事に最後に残った真ん中のカラムを倒して優勝を決めました。いや、よく足を出しましたね。もともと背も高くてリーチも長いですから、うん、長島選手にしてみれば予想より足が伸びてきたと感じたのかもしれませんね。現、うん、チャンピオンで現役Fリーガーを倒しての優勝、素晴らしいですね。はい、というわけで決勝戦は3対1、なんと予選から勝ち上がってきた鈴木康選手が初優勝ということになりました。はい、ということでフットプロムトーナメント5、優勝は鈴木康選手でした。小島さん、いかがでしたか？はい、1回戦で長島選手と当たった時には、うん、10回やっても勝てないんじゃないかと思ったんですが、それこそ準決勝のダブルも含めて、この日の鈴木康選手には勢いがあったなというふうに思います。そうですよね、はい、まさかの現役フリーガーに勝利する。そうですね、はい、それもまた、はい、フットプロムならではの醍醐味かなと思います。そうですよね。ということでフットプロムトーナメントライブは以上で終了となりました。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。フットプロムではこの他にも見逃せない動画をたくさん公開しておりますので、ぜひご覧ください。それではさようなら。